クック -19 エアクッション型用陸艇はアメリカ海軍と海上自衛隊で使用されているエアクッション型用陸艇。ランディングクラフトエア,アクッションの頭文字からクックと通称されている。海上自衛隊ではエアクッション艇1号型として配備している。1964年アメリカ海兵隊は1985年の海兵隊長期的研究と題する 報告書を公表した。この中で従来重視されていた戦術核兵器の脅威に加えて対艦ミサイルによる脅威を重視して、揚陸艦は陸岸から25回里程度までしか近づけず、上陸部隊は水平線を越えて揚陸を行うことが提唱された。作戦部長府はこのコンセプトに同意し、1965年2月16日、資材部長は 感染局に対して高速揚陸艇の開発を指示した。同年1月18日には LCVP 後継艇、8月13日には LCM 及び後継艇の仮要求事項が作成された。1966年3月には揚陸艇調整グループが編成され、1968年2月には従来の仮要求事項は、 先進開発目標へと発展した。またヘリボーンの発達とともに、軽車両程度であれば、ヘリコプターでも輸送できることから、LCVP 公形艇は、不要と判断された。57個の試案が評価の素上に載せられていたが、1970年には、このうち3つの案が、開発段階に移行することになり、下記のように要目が決定された。このうち、 幅広い海岸に適合できることと、超水していない、ウェルドックからも発信できることが評価されて、ジェフが採択されて、開発段階に進むことになった。1970年の開発契約に基づき、ジェフ A とジェフ B の2隻の試験機が製作され、アルックと称された。ジェフ A は、カリフォルニア州のエアロジェットゼネラル社、ジェフ B は、ルイジアナ州ニューオーリンズのベルエアロスペース社で、 制作された。試験は1976年より開始されたが、ジェフ B は速度75ノット、航続距離210回りを発揮し、要求された60トンの搭載量も達成したのに、対し、ジェフ A は速度58ノット、航続距離140回りで、搭載量は40トンに限られた。このことから、ジェフ B が採択された。 1976年11月16日には、クック計画として、作戦要求事項が作成された。1980年2月には計画は、暫定的承認を得て、いくつかのマイルストーンを達成した後、1982年11月、海軍は107隻の調達を決定して、同年度より調達が開始された。構造上は、 アルミニウム合金製の平らな長方形の箱であるラフトが土台となっており、その上部両弦にボルト止めする形で上部構造物が設置されている。上部構造物はそれぞれエンジンとリフトファン、推進用プロペラを収容しているほか、前方には右舷側に操縦席、左舷側に見張り所があり、右舷側には操縦士、機関士、広報士と便乗車救命、 左舷側には、乾板員、副機関士、輸送員と便乗者16名が搭乗できる。エアクッション艇の形式としては、全周スカート型に属する。スカートの形式は、一般的なフィンガードバッグ式で、ラフット仮面には安定キールと安定トランクが縦横に走っている。またスレップ回収の際に、抵抗を低減して、性能を向上させるディープスカートへの換装も行われている。 主機として、ライカミングエンジンズ社の TF40 バイトがスタービングエンジン4機を搭載するほか、電源として、チュルボメカ T62 がスタービングエンジンによる補助動力装置2機も搭載されて、出力1 2 0ットを確保した。またスレップ回収艇では、主機をベディ校社製 ETF40 バイトに換装し、合計出力を19000馬力に増強すると、共に、 ファデックにも対応している。不要力は4機の遠心式ファンによって供給される。一方、推進力のうち8割は2機のシュラウデット式、可変ピッチプロペラによって生み出されており、残余は低手側に設置された旋回式スラスターによって供給される。積載状態で50ノットを発揮でき、また C ステート3の海峡でも30ノットを発揮できる。 5度までの傾斜を登ることができ、また1.2メートルまでの障害物を超えることができる。操縦には、推進用プロペラ直後のラダーと、左右のプロペラのピッチ変更が用いられるほか、低速では、蒸気の旋回式スラスターも使われる。操縦は、フライバイワイヤー方式だが、ラダー制御は、フットペダル、プロペラのピッチ変更は2本のレバー、スラスター旋回は、ダリンと、 船と飛行機の中間的なユーザーインターフェースとなっている。最大速力からの停止距離は460メートル、また、旋回半径は1830メートルとされる。HMMWV と PTM を搭載した、クックラフトウアツラの中央部は、上部構造物に挟まれた、全通式の車両甲板となっており、長さ20.4メートル幅8.3メートル。 床面積は168平方メートルである。また、手の前後に傾斜路があり、手手側は8.8メートル幅、手尾側は4.6メートル幅となっている。積載量は、交渉54.24トンとされ、また実際には気温に応じて60から75トンまで搭載可能とされている。M1 エブラムス主力戦車であれば1両、ラブ送輪装甲車であれば4両、 アブナナ装甲兵員輸送車であれば3両、M198-155mm 榴弾砲であれば2門を搭載できる。車両乾板上は、風圧力、騒音が非常に大きいため、そのままでは人員を搭載することはできないが、車両乾板上に人員輸送用モジュールを設置することで、武装した兵員なら145名、民間人であれば、 最大180名を収容できる。アメリカ軍では1994年より PTM の調達を開始しており、モジュール重量は6087キロ、12名以下の要因によって4時間以内に組み立てることができる。また分解した状態であれば、モジュールの構成品全部を20フィート型コンテナ1個に収容できる。自衛用として3箇所の重座が設置されており、1箇所は、 M67.62mm 汎用機関銃、また残り2箇所は M60 の他に M22.7mm 銃機関銃やマーク 1940mm 自動的弾銃などを搭載することができる。またこのほか、火力支援用としてガウ -1330mm ガトリング砲の搭載も試みられた。これはコンテナ上に設置したマウ十二爆弾化を 返して GPU-5A ガンポッタを搭載したもので1995年秋に試験が行われた。海兵隊ではこの火力支援型クックをグッパックと称しており将来的には 30mm ガトリング砲4門に加えて5インチロケット弾とヘルファイア対戦車ミサイルの搭載も検討されていた。このうちロケット弾については M58 時来原爆破装置の一環としての搭載が行われるようになっており、搭載用パッケージ16機が調達されている。またこれらのパッケージは大気雷専用にも用いられており、ロケット弾に加えて MHz-53E 相海ヘリコプターで使用される栄光式相海具の栄光にも対応できる。このパッケージを搭載したクックはマッケックと呼称され、 25ノットで総海具を栄光できるほか、アクス -14 機雷探知ソナーの搭載にも対応できる。1982年度より調達が開始され、1隻目は1984年5月2日に浸水した。これを含めて1984年から1997年にかけて90隻が引き渡された。91隻目は 蒸気のように性能を向上させたスレップ仕様で建造されており、建造されてから3年間にわたって試験に供された後、2001年に引き渡された。また既存の定も順次に同仕様に回収されており、2015年現在、収益している72隻のうち67隻が回収済み、5隻が回収中とされている。ただし当初の見積もりよりも、 データの腐食が進んでいたことから、2006年度より退役が開始されたほか、一部の艇は運用を縮小している。2012年より後継として SSC の開発が始まっており、納入は2017年、初期作戦能力獲得は2020年の予定とされる。航行中の海上自衛隊のクック、海上自衛隊では、零三中希望に基づいて、 平成5年度計画で8900トン型輸送艦を建造するにあたり、エアクッション型揚陸艇の搭載を予定していた。当初は国内において、データの製造技術を有する造船所があり、商用としての実績もあるため、緊急時への対応や維持整備上からも国産する方向で計画し、同年度予算で成立していた。しかし、その後マスコミ報道や、 衆議院に予算委員会での建造予算及び調達方式についての議論を受けて白紙撤回され本級の調達を選択肢に加えて再検討されることになった。最終的に量産効果による調達コストの低減やアメリカ海軍との共用化によるライフサイクルコストの低減、また既存の教育体系を活用できるなどのメリットが評価されて停滞は 米国の製造企業から日本での輸入代理商社を通じて一般輸入し、クックのオペレーション、教育、製造部品等の改善情報等については、米海軍の対外優勝軍事援助によることとなった。1994年4月8日にアメリカ政府から輸出が承認され、ルイジアナ州ニューオーリンズのテキストロンマリンランドシステムズで建造された。 平成5年度予算で1隻目が購入され、平成7年度で2隻目、平成11年度で3隻目、平成12年度で5.6隻目が購入された。当初は大隅型輸送間隔艦の搭載艇扱いとされ、LA-01 から LA-06 までの定番号が付されていたが、2004年より自衛艦に種別変更し、 クック -2101 からクック -2106 までの定番号とエアクッション定1号からエアクッション定6号までの定名称が付与された。また、新たに第一輸送体例下に第一エアクッション艇体を編成し状況に応じ母艦搭載を変更できる弾力的な運用が可能になった。平成23年度と24年度予算で2隻分の 関連延伸のための部品調達予算が25年度予算で2隻分の関連延伸のための改修工事予算が計上された。クック上院と運用作業に従事する海上自衛官の服装としてエアクッション艇服装とエアクッション艇誘導服装が規定されている。韓国海軍の独島級揚陸艦は LS 海通型エアクッション型揚陸艇2隻を搭載しているが、これは 本級とほぼ同様の設計である。ありがとうございます。